京都大学卒業後、約4年半の社会人経験を経て、まあ、オックスフォードの MBA に入学されるわけですが、あのまず MBA に調整しようと思ったきっかけを教えてください。スターートアップでで現場のこうマネージャーをする中で よりり経経営レベルででのの知識、経験ととといいいいいううううを積んでいきたたなというふうに思ったということがあります。どうしてもマネージャーの権限ですと会社の大きな戦略ですとかそういったところに作ることもできないですしまあもう少しその会社自体をこうしたいと思った時にちゃんとそこに対して戦略を作ったり動かしていけるような力をつけていきたいなというふうに思って経営を学ぼうというふうに思いました。 また、なぜ海外の MBA に留学したかということで申し上げますと、もともとグローバルにキャリアを築きたいなと思っていた年がありまして、あのアメリカに1年交換留学していたこともありますし、食と農業という分野でグローバルに活躍したいと思ったときに、4年半ぐらい社会人をやって、30歳になる前にあの海外で力をつけたいなというふうに思い、海外 MBA に留学を決めました。 MBA 挑戦をまあ決意された後あの具体的にどこの大学院をあの比較されたのかということと、まあ、その際に感じた各大学の,あのプロスタンドポンズもあれば教えてください,はい,はい、はい、MBA で海外で考えたときに、まあ、いろんな選択肢があったんですが、私の中で特に大事にしていたのは、総合大学であること、ビジネス以外のことも、ね、幅広く扱っている大学であること。 で、1年生であること。まあ、2年だったり1年半というところもあると思うんですけれども、私の場合はそこまであの時間はかけたくないなと思っていたので1年生。で、かつ、イギリスというところで選びました。まあ、イギリスは卒業後にグラジュエートビザ2年ありますし、まあ、英語圏、かつヨーロッパのいろんな国に行きやすいというところもあって、 でその総合大学かつ1年生かつイギリスっていうところで、えー、オックソードとケンブリッジの2校だけ出願をしました。オックソードとケンブリッジの比較ですといろんなところが違うとは思うんですが、私が特に感じたのは、インダストリーとしてケンブリッジの MBA の方がテックに強いという印象があって、オックソードの MBA がソーシャルインパクトに近い。 例えば NGO、NPO とかそういうナンプロフィット系もありますし政府系もありますしそういったところにあの行かれる方も多いなと思いましたまた雰囲気のところここもいろいろな意見あると思うんですけれども割と ケムリッジの方がこうチームワークを大事にするっていう文化が非常にあるなと思っていて一方でオックソードの方が絵や学生もこうインディペンダントな方が多くて割とこう自由なところがあるかなというふうに思っています。在校生とか卒業生とお話をしたときにどちらがいいかなと迷ってたんですがオックソードの方が私の,そのソーシャルインパクトというところもそうですし割と農業食っていうことをやりたいことが決まっていてこう自由に 動きたいというところがあったのでそこのフィット感からオクソードにしたという流れになりますオクソフォードに出願するにあたりですねその出願要件をまず教えてください2年間以上の、えー、とフルタイムの職歴があることがまず前提になっていますでその上でえ英語の要件については、うん、IELTS がオーバーオール7.5以上各セクションで7.0以上というふうになっています ケンブリッジもそうなんですけれども、各7.0以上といっても、うち1技能が6.5でも相談すれば出願できるような状況でした。GMAT のスコア、まあ、GRE でも大丈夫なんですけれども、GMAT でいうと中央値が680から690点ぐらいというふうに言われています。また GPA も提出をするので、まあ、ある程度、 のスコアがあった方が通る確率が高くなるというところです。働かれながらなんかスコアメイクされている方にです、ね。なんか簡単にその英語4技能とまあ G マットをどのような勉強方法でなんかどのようなタイムスケジュールであのマネジメントされてたかあの教えてください。まずハイエルツの英語の本ですけれども。 スピーキングとライティングに特に力を入れて私は取り組みました。スピーキングについては、えっと、DMMA 会話に ILT 対策のテーマがあったのでそれを活用して練習をしました。それプラス想定質問リストっていうのがネットにあったのでそれを購入したりですとかそこに対して回答案を作成してそれを自分で練習して覚えるぐらいまであの練習しました。 で、ライティングの方については、添削サービスがオンラインで購入できるものがあったので、添削サービスを購入して、それを使って練習をしました。リスニング、リーディングについても簡単にお話しさせていただきますと、リスニングの方は、ポッドキャストで、例えばシックスミニ u t e s e n g これは BBC ラーニングイングリッシュが提供しているものですけれども、そちらを聞いたりですとか、 あとは BBC のグローバルニュースを聞いたり、それのシャドーイングをしたりというところで対策をしました。リーディングについては IL2OnlineTest.com という、途中に過去問が置いてあるところがあったので、そこのサイトで練習をしました。続けて g m a トについてなんですが、えっ、ー、と、バーバルとマ o スが主にありますが、バーバルの方についてはオンラインのコースを受講して対策をしました。 マースの方については J マースという問題集を一周と苦手な部分を複数回、えー、練習しました。ジマの対策については皆さんあのいろいろな方法があると思うので、ぜひあの調べてみて自分に合ったものを選ばれるといいかなと思います。 タイムスケジュールについてなんですけれども、出願する10ヶ月ほど前から、私の場合は英語学習を始めまして、4ヶ月前から c マットの勉強を開始しました。平日はフルタイムで働いていて、かつスタートアップということもあって、あまり勉強する時間を取れなかったので、基本は土日と、あとは通勤の時間を活用していました。 通勤の時間はこう歩きながらシャドウイングをしたりですとか、あとはイヤホンして喋りながらあの通勤をしたりしていました。また土日は朝8時にカフェがオープンするのを狙ってそこに出しをしてあの向かって1日カフェで勉強するということをやっていました。 ただですね、かなりこう詰め込みすぎて勉強していたので一時期あの心身ちょっと体調崩しちゃったことがあったので、英語を普段使っていない人はもっとあの余裕を持ったスケジュールで準備することをお勧めします。出願書類に関してですが、まあ C.V. エッセイ推薦状と学生に関して、もしなんかこうやったらいいよっていうアドバイスがあればお願いします。C.V. の方は M.B.A. の出願のカウンセラーの方に、えー 手伝っていたただきましたというのもあの自分でこう書くこともできるとは思うんですが第三者の目線からこの経験も実は私にとってユニックなことなんだよということを教えていただいたりですとかあの第三者の方からこう評価をしてもらうことによって気づくところもあるのであの自分で作成される場合も第三者の方にレビューしてもらうということをおすすめします。またエッセイについてなんですがこちらについては 学校によってやはりこういう形を好むっていう傾向があるので何かしらその学校の傾向っていうのを知っている方にフィードバックをもらうのがいいかなと思います。またエッセイについては何回でも書き直したり時間をかけられてしまうので一定のところでここでおしまいっていうふうに蹴りをつけて次に進まれるといいかなと思います。えー、最後にあの推薦状についてもお話しします。 したいんですが、こちらはオフソードの mba の場合は2通必要になります、えー。上司だったり教授だったりにお願いすると思うんですが、早めにこう依頼をして、えー、スケジュールに間に合うようにされるといいかなと思っています。私の場合は奨学金もあの様々応募したので、その際にも推薦状が必要になったので、えー、学校の出願と奨学金の応募と合わせて推薦状を依頼されるといいかなと。 思いま,すまた推薦状を依頼される場合にはこういったポイントをアピールしてほしいというところをあのお伝えするとスムーズに進むかなと思いますオックスフォード MBA 受かられた方が使われたそのカウンセラーの美容学エージェントというんですかね私は、えー、とアゴスさんというあの大手の会社さんのカウンセラーの岡田さんという方にお願いをしました。 えっと他のソードの MBA の方々、いろいろですね、やはりあの個人のカウンセラーの方で、あの有名な方、何人かいらっしゃると思うんですが、そういう方にいらっしゃった方もいますし、全くこうカウンセラーにはの依頼をせずに、あの先輩だったりにフィードバックをもらって、作ったったいいいう方もいらっしゃいますインタビューがあると思うんですけども、これはあのどのようなことを聞かれたか覚えてらっしゃいますか。 オックソードの MBA のインタビューの内容をこうネットで調べると割とあの過去に質問されたような内容が出てくるんですがあのそこに書かれているのは大体あのなぜ MBA なのかなぜオックソードなのか なぜ今行きたいのかっていう、まあ、ベーシックなあの質問から始まり、まあえー、キャリアゴールに関する質問、そこに向けてどういったスキルが必要になるかだったりですとか、これまでのリーダーシップ経験に関するビヘビアクエスチョンなどが聞かれます最後にその出願に関して、なんかオックス報道ならではのなんか注意点があれば、最後に教えてください。 図案書類を提出した後、インタビューの招待が来る前に、ビデオエッセイというものを提出する必要があります。これはオンラインのシステムを使って、1回だけですね、パッと出てくる質問に対して、その場で答えるっていうものなんですけれども、それもあの対策が必要になるかなと思うので、そこが1点目の注意点です。で2つ目としては、 ケンブリッジもそうかなと思うんですけれどもオファーが出た後に所属するカレッジを選ばなければいけないので、えー、受かったらですねすぐにどのカレッジに自分は行きたいかなっていうことを考えてその、えー、プリファレンスを出す必要があります。